でもよ、俺のよ、同級生で地獄入ったの俺ともう一人だけだぜ。四中の大野っていう、まあこれはもうボスキャラなんだけど、その二人だけ。まあ、あとみんなバックで逃げて。おい、二人かよ。どうすんのってこれ。そういったらさ、まあ、そういったら気違いなんだよ、四中の大野っつうのはよ。ああ。数じゃねえからとか言って、わけのわかるほど言い出してよ。数だろうよって。マジで。まあ、その人は今、山口組かなんかの、あの、組織に入って、そこそこの幹部やってんじゃねえの。俺には連絡は、まあないけど。うん。ああ、行くとこ行っちゃったなと思ったけど。立川四中のね、大野、俺はよく大野に怒られたよ、おめえ。引いてんじゃねえよ。引いてんじゃねえよって、あえて何人いんだよ。よく怒られた。いや、それはガキの頃の仲良くしてた人間が今どんなことやってるのか、喧嘩できんの？俺できないよ。俺はどっちかったらペラで逃げちゃうタイプだから。ああ。俺いろいろやってたんだよ。なりるありがとう、じゃまく、決まった。あだーす。なりるいつわれた。この間の喧嘩を見てわかる？いや、よくわかんないけど。いや、気合は入ってないよ、俺は。俺はどっちかったらうまく立ち回るタイプだから。ああ、ずるいタイプな、俺。わかったろ？受け取り先輩だから、俺は。確かによ、先輩に夜勤とかもだいぶ入れられたけどな。ああ、また夜勤だ、これ。これ夜勤だよ、もう。もう夜勤来るぜ、これって。みんないなくなったんだよ、同級生よ。お前らいい加減にしろよ。また俺かよ。だからあれと一緒よ。金牌がこの人ですモードだよ。まあ、俺あの時思ったよ。こんな、中学の時もこんなだったな、みたいな。マジ？あ、丸刈りとかそういうことはやんない。ああ。サンステーク！ありがとう！すまんま。だってよ、お前ら考えてみろよ。向こう全員本ちゃんだぜ。俺、普通の、片木のおじさんだぜ。なんであんなに人数来んの？佐野呼んでこいよ、つって。俺、そんな悪いことしたのかな？マジで。いや、だってお前ら見てたじゃん。昔じゃねえから。もう佐野呼んでこいよで来るんだから。みたいな。ちょっと待ってみたいな。やっべえ、俺全員、あれじゃねえ、仇じゃねえぞって思って。うん、もう金牌だもん。先生、どうしようか。先生、どうしようか。
どうしますじゃねえ、バカヤロ。だから、ちょっと、俺にお給据えに来たんだよ。で、もう立川が入ってくんなよ、つって。だから、俺ももう立川行かねえよ、って。で、それで話済んでるから、もうそれでいい。ああ。金梅が、秒速で、うなを指さしてて笑った。だから、もうぶるっちゃってたわ、金梅なんか。僕は関係ないです、みたいな感じで。佐野さんが行儀悪いことしたんでしょって。まあ、俺は行儀悪いからな、昔からな。ああ俺のこといい、よく思ってない人がたくさんいたってことでしょ、その業界の人に。あの楽器は。一回寄らせねえとな、っていう感じじゃない。そうそう、だから、中村会の反転来てんのが気分悪かったんでしょ。てめえいつから中村会になってんだ、この野郎。おい。いろいろあんだよ、おめえよ。おめえらよ。お前らおめえよ。ど素人にはわかんねえことがよ。こっちにはよ、山ほどよ。あんたたち行くわよ。ケビ。借金なんか残ってねえよ。おい、ヤクザに借金してよ。なあ、俺ここで店やってられるわけねえだろうがよ。おい、バカがよ。ダリルありがとう、まあの、決まった。あら。全部チャラにしてんだよ、俺は。やら。おめえヤクザから借金してよ。なあ、逃げてよ。俺今、居場所ここにあんのに分かっててよ。不良がおめえ、回収来ねえわけねえだろうがよ。なんで来ねえんだよ。終わってんだよ、そんな話、こんなやら。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、おめえ。こっちもよ、出してるもんもあんだよ。クソがよ。だからてめえら見てな、ただの小僧がよ、ガタ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 言ってんじゃねえよ、この野郎。あった?だから、わかんねえんだったら黙ってろ、ばよ、この野郎。あ、やっちまうぞ、この野郎。うるっとば、あの、眠る、決まった。あれ?あ?持ちつ持たれつでやってんだよ。こっちはよ。向こうはある程度分かってるから、俺のことなんかほっぽらかしてもいいやと思ってんだよ。ただし、確かゾロゾロすんじゃねえぞって言われたら分かりました。ほんで話終わってんだからよ。ボーちゃん、出す。こいつらよ、な、ここじゃ。そういうの知らねえでよ、俺にガーやねこんじゃねえ言ってんだ。おめえ、俺だよ、家だろうがよ、店だろうがよ。探してこうやって放送やっててよ。な。向こうももう俺のことなんか相手にしてねえよ。あ?ああ、その知らねえガキは黙っとるって話だよ。佐野の居場所を見やすいんだ。だから、そういう、パチンカ。金がよ、絡んだら、不良は絶対取るからな。わかる?なあ。なあ。わかる?
スティンカムでは札がかかってるヤクザなんだよとか吹かしてた時期もありましたよね。俺がそんなのひとことも言ってねえ。付き合いはあるけど、俺はそういうとこには所属したことがないって。それ原ちゃんと間違ってんじゃないの？ねえ。あ？記憶違いも大概にしろよ。だから銭絡んでんだったらややこしいのに、俺は銭はもうすっきり終わってるから。むしろこっちがいてくれ。ああ。だ、動画残ってんだったら開けてみろよ、この野郎。うっせえな。クソがや。いいよ、別に。じゃあ、俺を何度も何度もパクられて、この間もよ、未納の4課のおめえ、強行犯にパクられて、なんで俺がおめえ、札がかかってる歴が出ねえんだよ。おい。だけど、こら。やるわ。おい。クソがや。おい、やったもんじゃねえやんな。生きがってたっていいじゃねえかよ。てめえがじゃあ俺が生きがってたらなんか文句あんのかよ。おいよ、この野郎。札吹かし？お前。ああ、だから僕じゃんね。それはね。うん。だから俺めくってやったじゃねえかよ。クソがやるわ。じゃあ逆に俺がどっかで、な、一回でもな、そういう世界に、な、席でも置いてんだったら、お前らに土下座してやるよ。ああ。この野郎。遊びの話じゃなくなるからな、そうなったら。ああ。遊びの話じゃなくなるんだよ、そうなったら。相手にも迷惑かかんだよ。てめえ、全部しょるんだな。おい、てめえ、面出して、俺の前来て。あ？やれんだな。おい、クソ野郎、お前。違うよ、俺が、いや、なんかもともと、なんかどっかでヤクザだったとかなんだとか、認定したい系のバカがいるから、そいつに言ったの。俺はそういうことはないよって言ってんだから。うん。あったらあるって言うよ。過去にね、って俺もどっかに在籍してたことがあるよとかね。それは言うよ。だけどもうやめたよとか。だけど俺は一度もねえよって言ってんだから、昔から。な？
そんな何を考えて言ったのかなと思って、だから過去に、過去っていうか今でもまあそうかもしれないけど、元そういうところにいた人っていっぱいいるじゃん。やめたけど、もう今ね、洗って普通の配信者やってる人もいるよ。そうでしょ。うなさん話にならないっす。いや、お前に話しかけてねえから大丈夫だよ。何が話になんねえんだよ。俺は違うって言ってんだから。今でもいるよ。だから、ホープさんだってそうだろ？あとは、まあ、こっちは、まあそこはちょっとダメだけど、あとは浜ちゃんだってそうだろ？和歌山の。そうだろ？お前らが分かりやすいところで言ったら。ねえ。あと、もう一人、九州のあの方はもう、いや、あの方は今でも現役だから、あんまり言えねえけど。な。だから、そういう、あるんだよ、だから。で、余計なこと書いてんだよ。名前言ってねえんだから。あのが土下座だよ、お前。いや、もう、本ちゃんはやっぱやべえな、と思ったから。ほんで、東京から電話かかってきて、きっちり、お前、ちゃんとは、お前、頭下げると、お前、話にこじれっからな、って言われたから。わかりました。ああ、そら、終わりましたってなるよ。そういうとこは触るんじゃねえって言われた。あ、すいません。おい、電話かかってきた、速攻で。何やってんだお前、大阪でって言われて。はい。お前、大阪で何やってんだよ。こっちまでなんか、あれ好きでぞ。すいません。お前はダメだよ。お前はダメな野郎だね、みたいな。おめえの財政企画に来たぞとか言ってさ、俺の財閣とか来るんすかとか言って、あいつ何者だっつって、いや何者でもない、普通のただのおじさんなんですけどって言っといてください。うん、だから南警察署だって俺もう3回パクられてるけど、毎回聞かれるよ。そっち関係のことも。別件で。もう動画に全部上がってっからだろ。なんか俺がヤクザか、なんだろうか、実はなんかハングレじゃねえのかとか、なのばっかり上がってっから。だから今回だっておめえ、美濃警察だっておめえ、パクってきたのがおめえ、もう暴力団対策課じゃねえかよ。やった犯罪なんかおめえ、真剣なことなのによ。どっかからおめえ、ほころびでも探そうとしてるだけじゃねえかよ。んだろ、お前。なんも出ねえよ、俺なんか叩いても、ほこりも出ねえよ、つって言ったんだけど。
情報欲しいんだよ。お土産置いてかないよって言ったら笑ってたよ。あんなとこでよ、変なことペラってよ、な、誰かに迷惑かかってもよ、組対だよ、だから4かだよ。うん、俺だって今回だって何でパクられたかって言ったら、迷惑そうでパクられてる時に、だってよ、そこが入ってくんの、俺の逮捕に。もう目的が違うんだよ。ああ俺の銀行口座から金の出入りから全部調べたからな。どっから組織に金流してんじゃねえのかとか。ああダリルありがとうめーの決まった。あれ。おい、一個一個聞かれよ。これ誰だ、これ誰だ、これ誰だ。入出金のな。口座まで調べやがったか、この野郎。今時お前不良とおめえ金のやり取り銀行口座使うわけねえからバカ。お前は大概バカだな。現金だよな。手渡しに決まってんだろうが。バカだよ。なんだよ、これはもうええからって。あ？おふね、お前会いに来いよ。おい、配信外でてめえにじっくり話してやるよ。これは別にいいぜ。おう。なやろ。俺もいいですか？アキラーマン？いいね。来ちゃう？楽しいぜ。オフラインの話は。マジで？待ってるぜ。俺は俺に攻撃的じゃなければ、別に、普通に、ああ、どうもどうもってなるから。面白いおじさんで終わってくれりゃいいだけだから。千人評議員とか犯してるだろう。誰が？あのよ、大議員とか評議員とかよ。なあ、それは組織に属してる人間だから。勘目の話だろ関東の。ああ、そういうのよ、ちょろ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 出してくんなよ。全部知ってんだよ、こっちはよ。おめえらみてえなのが、そんな、何の話だかわかんねえな、ようなことをよ、ピックアップして言ってくんじゃねえよ。ああ、クソがや。子供は黙ったら、何が証拠動画だよ、どこだよ。バカだよ。俺がヤクザやってたんだったら、どっかの警視庁でもよ、東京だったらな、警察庁でも、名前上がってんだよ、バカが。一発も上がってねえんだよ。登録なんかないの、俺は。おい。こんだけ逮捕されて一発もお前俺がおめえよ、そういうところよ、上がってねえんだから。だから上がってねえっつってんだよ。俺やってねえっつってんだよ。何を嘘をつくの？腹の話とお前バカじゃねえのか。犯してねえよ。
前らはよ、俺がよ、最初に逮捕された時によ、新聞記事に俺がよ、もう組織の暴力団組員って乗ったからそれを信じてるだけだろ。俺はずっと否定してっからな。おい、それだけじゃねえかよ。おい、新聞社訴えろ、お前ら。俺は確かに、新聞記事に載った時は、某暴力団組員で乗っかったよ。だけど、俺はそんなとこには属してねえよって。言ってんだよ。なるほど。最初から。何が千人評議員だよ。どこに上がってんだよ、そんなの。バカがやろ。ユイガはインチキも、もう甚だしいよ。あ、でもね、これね、ハナちゃんはね、よくよく調べてみると、札はかかってないけど、巡行ぐらいまでは行ってたらしいよ。うん。ハナちゃんはね、まあまあ、事務所はちょいちょい行ってたらしいけどね。だから、その、若い人にはなってないんだよ。都合の悪い子も、だからその通りだよ。だから、新聞記事に載っただけであって、俺はそうじゃないよって、カタクナに言ってんだから。まあ、なんで新聞記事に載っちまっ、そういう肩書きで載ったかっていうのは、まあ、これにもまたいろいろあるんだけどね。うん。2006時からだよ。もうなくなっちまったけどな。俺は自分の親父よりあっちの親父の方が好きだったけどね。好きっていうか、うん、よく面倒見てくれて、まあそういう人がいたんだよ。だから勝手に新聞が書いたんだよ。それだけ。あった。もう亡くなってるからな。その人のお墓は静岡県の富士宮にあるよ。なんで富士宮に墓作ったのか知らねえけどよ。俺の実家があるからな。墓参りも行ってねえや。ああ。パチンカス、もういいよ。下がっていいよ。傷害罪で逮捕される心境はいかがですか？おう、別に南警察署、それは俺が逃げることはねえから。いつでもどうぞって感じ。あんなもん、何が障害罪だよ。笑っちゃえよ。それで、な、別に、来んだったら来いよって感じ。警察だって笑ってんだよ。
になんかビビリなんだな。たまにはよ、ガチランチ俺の店来ねえかな。なあ、これよなガチアンチ。イケイケアンチ来ねえかな。マジで。俺のガチアンチとかよ。もう座った瞬間からガチアンチだったらお前面白くしょうがねえけどな、俺。ああ、こんなよ。8年目、店開けてよ。まあ、開けてるな、日数は少ねえけどな。うん。え？さあ、あと30分ぐらいか、店開けるまで。ピンカン？そりゃ、俺は女にモテたからな。ああ。ごめんね。あのちゃんモテるんだよね。なんでか知んないけど。